はい、皆さんこんにちは、レガテドルミジックです。 Good morning。 横浜に来ております。いやー、よこ日産スタジアムの日ですね、はい、いやー、ついに来ましたよ、この日が。やばくない？昨日入りしてさ、会場ちょっと見に行った。いや、でかいよ。すごかった、やっぱすごっ。高まった。2階が入り口。今日どこから来たんですか？埼玉。2人はサッカーしてるの？サッカーしてる。今日いっぱい応援してね、ウィナーズの応援してね。よっしゃ。ありがとうございます。バイバイ。頑張ります。ありがとうございます。バイバイ、後でね。っていう感じでファンの方も続々といらしてるということ。そうですね、なんか気合がやっぱ入りますね。こうやって実際にね、見に来てくれる人がいるっていうのは。テンション上がるね。テンション上がる、マジで。どんな雰囲気かも想像できないから。いつも観客側にいたじゃん。見る側からね。そう、見る側にいたのについにピッチインすると。いや、マジで楽しもう今日。はい、安定の道に迷ってます。はい、 YouTube。 あ、ありがとう。本当？はい、あ、いいよ。ありがとう、待ってよ。子供たちもいっぱい見に来てくれてますね。可愛い子供たちも。我々道に迷っております。どこから入ればいいのか分かりません。方向音痴が2人揃うとたどり着けません。広すぎ日産。あ、下宿。あ、下宿だよね。あ、下宿。おはようございます。 V60 です。いや、マジで下宿くん合流。下宿くん今日何時起き？今日12時に。変わらない。日産スタジアムの日でも義士くんは変わらない。いや、僕よりお父さんがマジで張り切ってやばい。父さん？あ、お父さん。なぜか父さんが朝から散歩とか1時間しました。北海道から来たの？そうです。やばめっちゃいい親孝行。今日見せつけるしかないです。めっちゃいい親孝行、義士くん。やば。おはようございます。すげえ。やべえ。ガチ日産やん。目立つ人たちがいる。さすがやっぱさすが早い、集合が早い。ケビン絡むスタイル、絡むスタイル。バス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 。ありがとうございます。これテンション上がるよ。だって、おはようございます。天気いいね。天気予報士工事、天気いい。今からちょっとピッチインしていきたいと思います。アイムクも V60 中。ついについにインできるよ。古い。違うか。2002年ぐらい。あ、すごい。これやばくない？これ、この映像残せるのすごいな。お酒。みんなまで言うな。アザスがいた。天気いい。チンパ。しっかし。シーズンおめでとうございます。アザス。あ、怪我めっちゃいいです。もう今日抜群です。抜群です。頑張りましょう。見て。このフラットな芝見て。今日俺が点取るんで。今日カックンの日か。今日は僕が取ります。みんな取りたい。すいません、ジャイさんめっちゃイメージしましたね。いや、イメージしちゃったのよ。うるせえ。ルアーズの社長リルさんです。皆さん今日頑張るんで、よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。おはようございます。頑張りましょう。今日シャイさん今日頑張りましょう。よし、頑張りましょう。頑張りましょう。しょうちゃん、こんにちは、レガテしょうちゃんです。わっせよとかしっせよ、与えた手三体不決せよ、見せよ、パせよ。足運んでくれてるんでね、気持ち込めて、ほら、出して。笑顔で帰る、妖怪になったらなって思います。ええやつ。はい、カメラ止まりました。さあ。精一杯頑張ってください。応援してます。痛み入れます。もう僕たち今日はケイスケが絶対笑顔になれるような試合をお届けします。楽しみにしてください。お願いします。2ヶ月に上がるみたいな。
無理だ。気持ちよかった。いよいよ来ました。入場入場。フレッシュ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 。お疲れ様です。お疲れ様です。前線のタカ、この人が攻撃の中心です。ゲームが始まりました。ケイゴが左の前にボールを展開して、ウィナーズボールのキックオフで試合が始まりました。を握ります。稲本鈴木、風間さんが組ませてみたいと言っていた2人のコンビ、さあ14番の佐藤久人が行きます。佐藤久人の14番というのはちょっと馴染みがありません、うん、そうなんですよね。はい、さあもういいとこ、ウィナーズカウンター早めに中に入れました。かかとでフリック、シュートを打ってきた。どこ使うかとか判断非常にいいですからね。あ、おっと稲本佐藤でつないだんですが、奪って右サイドからちょっと攻めの糸口を伺っていきます。探りを入れます。拓也真ん中、ウンパルンパ、人気者ウンパルンパです。稲本は前を見てます。右のタッチラインを使う豪華、豪華に対して左のサイド翔ちゃんが粘った。いいですね、はい、いいプレッシャーかけましたね。おっと奪い返した豪華。西がつなぎに行く、ウンパルンパが拾った。さあチャンス、ウィナーズ高です。栗原が前に立ちました。また近いところ自由になってますよね、はい、逆サイド西が動いている。当然稲本はそこを見ています。左のサイド翔ちゃんがプレッシャーをかけます。翔ちゃんのところは非常にタフにいってます。もういきますね、まあ、でもやっぱあれくらいいかないとボール取れないですからね、はい、ようやく今前線平山選手がボールに触りました。ここからサイドチェンジ、すごい。佐藤久人自分で勝負した。激しく交錯します。プレーを続けさせる家元主審、うん、おっと入れ替わったぞ。敬吾行く、敬吾のラストパス、チャンス高木た、続きをかまして左足、ああ拍手が起きましたが、サイドネット。どうやら鈴木啓太選手がここで交代になるようです。ちなみにこのゲーム交代は自由です。あ、自由なんですね、はい、制限がありません。しかしながら20分のワンウェイマッチなんですが、もうすでに12分が過ぎています、うん、あっという間ですね。そうですね、しかもね、ウィナーズ一ついいチャンスを作ってます。いや、そうなんですよ、はい、カウンターでもいいシーン作ってますしね、ええ、さあ右のサイドで起点を作っておいて、中から外に出たのが右ウィングの拓也、うん、ワンフェイクどうするか、外またぎを入れて、うん、ウンパルンパー、おー決まった。なんとウィナーズ先制のゴール。右サイドアタック、フィニッシュしたのはこの TikTok フォロワー150万人。いやさあ、お、いいプレス、敬吾がいいプレス。この人がですからプレッシャーをかけるスイッチを入れてます。速いクロスボール、追いついた、右足で幕を捉えた、鈴木取った、真ん中に構えました。福森、おー、わずかに外。ほんのちょっとですよ。あとチョンテス選手入ってますよね。あ、はい、そのチョンテス狙いましたか。来た、セカンドボール、まさに後ろから佐藤久人、うん、あ、これは佐藤のフィニッシュ。家元主審、ジャッジハンドVAR じゃなくて、 VAR ないですね、見てます、ビジョンの方見てます、ね、はい。まあこれはしょうがないですね。ハンドです、ハンドです。さあチョンテセ選手です、入ったばかり。時間はあとちょっと、アディショナルタイムはありません。チョンテセで同点、さ
すがですね。さすが。落ち着いてタイミングを外して落ち着いてサイドに打ちましたね。試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃくちゃ楽しかったですね。2試合目あると思うので頑張りましょう。ごま吸ってください。2回です。監督ナイスゴールやったですね。本田さんカンボジア招集してきた。本田さん出てたよ。邪魔これ Vlog です。ありがとうございます。見てんすよ、いいなって。皆さんありがとうございます。すごい。ありがとうございます。今日めちゃくちゃ早かったです。いや、惚れました、どれも。でも、キレキレ行けました。さっきからとやりました。はい、お願いします。ありがとうございました。ナイスボール。イエーイ。いや。よけーイエーイ。ありがとう。ありがとうね。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでただいま12月26日ジャパンオールスター2021終わりました。いやマジで楽しかったね。すごい。もうなんかもう夢すぎた。一瞬で終わった。本当に。いやもうそれにしてもめちゃくちゃ楽しかったね。本当になんか一つ夢が叶ったというか、 YouTube やってきて本当に良かったなって思った瞬間でもありました。今日一番思ったね。本当だね。こういう機会ってプロじゃないと本当は味わえないかもしれないけど、まさか J リーガーとこうやって試合できるなんて数年前の僕たちは思いもしなかったので、本当にこれはいつも応援してくださる皆さんのおかげでもあります。本当にありがとうございます。はい、ということで日産スタジアムからお届けしました。これで終わりにしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。 寒いね。かわいい。